最近お腹が出てきた。下っ腹につかめるほどの肉がある。今回の復帰メニューで解決しましょう。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。お腹が出てしまう原因4つあります。腹横筋の低下、骨盤の前傾、内臓下垂、カロリーオーバー。今回の腹筋メニューを行うことで初めの3つを改善できます。一緒に頑張ってやったらお腹変わってくるよ。スマホを顔の前に置いてうつ伏せになりましょう。まずはウォームアップです。手を脇の下についたら上体を反らしてキープしましょう。まずはウォームアップを3種目、メインのメニューを4種目行っていきます。最後にクールダウンを2種目含めています。でメインのメニューは全部2セットずつ行っていきます。そのメインのメニューは1セット目はアドバイスを聞きながら練習する感じの1セット目。よっしゃ、オッケー。で今度は上を向いて寝ましょう。今度は腰を伸ばしていきましょうね。両膝を抱えてキープしましょう。そしてメインのメニュー2セット目は実践です。メイン1セット目は半分練習っていう感じですね。そういった流れで今回は行っていきます。しっかりねお腹周り変わるメニュー組んでますんで楽しみにしてください。よし、オッケー。今度は膝を曲げて床につけます。腰の隙間をピタッと埋める感じでやってください。腰を反って床に次はつける。隙間をね骨盤を起こして埋めるイメージです。こういう運動が腹筋中の骨盤の動きです。骨盤を後傾から前傾から後傾させながらね体を起こすのが腹筋運動ですから、まずはこれをね身につけて。オッケー。はい、じゃあ今度はメインメニューに入っていきましょう。1セット目は練習です。足を開いたら足の側面つける。お尻を上げたら体を起こす。お尻上げたらつけると同時に体を起こす。ふーっと息吐きながら腰を丸めながら床につけて体を起こす。まずは練習です。お尻上げて起こしながら起こす。じゃあ次はね、今のを上手にやってみましょう。お尻を上げたら、背中からゆっくり腰にかけてつけて、体を起こす。上がったところでね、少し止まっとくぐらいのイメージで行えるといいですね。上手に。行ってみてください。お尻を上げてキープ、ふーっと息吐きながら、よし、オッケー。じゃあ2種目目1セット目練習です。まずは足を上げて、さっきのお尻をね床つけるイメージで体を起こす。こういう感じ。足を下ろしたら体を起こす。首疲れるよっていう人はね頭持っててスマホをね置いてもいいです。さあ手が頭にあるとね結構重くなってきつくなるんで手が前の方がやりやすいです。 OK。 今のを上手にやってみましょう。
今度は2セット目です。足を開いたら腰が丸くなりやすいから丸めた腰で体を起こす。上手にできればね、こういう感じでお腹に力が入ったままね動けますから。うわー、きついな。マイペースでいいよ。疲れたね、あーって休んでもいいから、何回もやっていけばね、できてくるんでね、マイペースでいいですよ。よーし、オッケー。じゃあ今度はね、足を開いたら手を前に伸ばして、ここで手を振ってみましょう。これでお腹がね、すごい鍛えられます。ここで手を軽く振る、足をパカーッと開いてね、腰を床にピタッとつけてね、ふーふー、息を長く吐いた方がね、腹横筋が鍛えられますからね。疲れたらね、あー痛いです。疲れたらね、ちゃんと降りてください。よし、 OK。 じゃあ2セット目上手にやってみましょう。ちゃんと腰を丸めて、足を開いて、できるだけ体を起こして、手を振る。よっしゃ、行こう。ふー、息を長く吐いた方がいいよ。うわー、マイペースでいいよ。きつくなったら、あ、痛い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 。きつくなったら降りてね。少しで終わるからね、頑張って。うわー、バカ腹に効くこれ。じゃあ肘つきましょう。今度はね、開いた足を横に動かしてみよう。できれば腰高についた方がいいから、肘はできるだけね、広く開いた方が腰が床につくと思う。で、足を開いたままで持ち上げたら横に下ろす。これで腹斜筋、くびれ作りに必要なね、ウエスト細くするのに必要なお腹の横が鍛えられてます。よし、 OK。 さあ2セット目、これが本ちゃんね、上手にやってみましょう。よいしょ。1セット目はね、練習だからね、上手に腰から上があんまり動かないように、足だけ動かしたらウエストが片方縮んで片方伸びるっていう感じで鍛えられてます。足上げた時にね、腰が浮かないように肘の幅をね、調整してください。よーし、 OK。 はい、じゃあうつ伏せになりましょう。使ったお腹伸ばしましょう。クールダウンです。手をついたら体を反らして、お腹が痛いと思うからね、ちょっと手を前面の方がいいかも。お腹がね、すごい伸びるよね。このお腹をちゃんと伸ばしとかないと筋肉痛が来たり背中が丸くなりやすくなるからね、ちゃんと使った後はね、ストレッチが大事。あ、ゆっくりね、お腹伸ばしてみて。よっしゃ、じゃあ上向きましょう。今度は腰をちゃんと伸ばしときましょう。両膝抱えてキープ。よっしゃ。この腹筋運動ってね、お腹を縮めながら腰を丸める運動なんで、腰が硬い場合は一気に体をね起こして腰を丸めると腰もね痛くなることあるんで、ちゃんとね
今回みたいにウォームアップ首でダウンすると次のにね悪い影が残んないのでちゃんとね取り入れてみてください。よーし、 OK、 最後までできたよーって方、よく頑張りました。グッドボタンやコメントで感想を教えてね。毎日続けたらマジで腹へこむから、メジャーで測って記録に残してみて。